佐藤正史郎10月25日から1958年7月7日は日本の海軍軍人2.26事件において東京に出動した海軍陸戦隊の指揮官を務めた海軍少将である新潟県出身長岡中学から海軍兵学校に進む病気のため留年し37期生として卒業した 赤字は179人中172番。同期生に、井上成美、草勝富一、小沢寺三郎らがいる。遺憾時代は、三笠、日清、春風、明石、朝日、春な乗組。大尉新旧後、伊駒分隊長、伊勢木総員、道の区副法長、大井法術長の幹線勤務のほか、海軍法術学校及び、 海軍水雷学校普通科学生を修了した。少佐に昇進を、ながら、日向及び、長門の各法術長、春名及び、赤城の各副長。この間、佐藤は法術学校の教官を合計で8年務めて、陸戦に通じ、また法術においても権威者であった。1931年、大佐に昇進、インコ特務官庁、第二艦隊。 第一艦隊、さらに連合艦隊の各司令部府を経て、法術学校教頭に就任。同職在任中に2.26事件が発生し、陸戦隊指揮官として東京に出動した。広野丸艦長を経て、1937年12月1日、少将に昇進し、同年12月25日、予備役編入となった。2.26事件で、芝浦に上陸した。 佐藤指揮下の陸戦隊2.26事件では、事件発生当日に、横須賀陳守府の特別陸戦隊4個大隊、約2000名を率いて、東京に上陸し、海軍省の警備に当たった。27日、部下の安田義達中佐と共に、首相官邸に向かい、正午頃に、岡田圭介とされていた遺体に証拠している。この時、佐藤は、遺体が別人であることに気づく。 佐藤が連合艦隊機関、長戸の法日長であった時に、連合艦隊司令長官であったのが岡田首相であり、面識があった。佐藤は大隅峰を外相に、この件を報告したが、大津は、それは本当か、間違いないかと確かめた上で口止めした。なお、大津はすでに宮中で、佐古水久常から岡田生存を聞いている。 27日の午前11時17分頃から午後2時20分頃の間のことである。佐古水は陸戦隊の出動による救出を依頼したが、大津野は聞かなかったことにしておくと答えている。佐藤と山本56は同居、同窓であり、山本は佐藤の兵が購入工事と病気で留年した際に励ましの手紙を送っている。佐藤にとって山本は 練習艦隊の指導官であり、法術学校学生の教官でもあった。山本は佐藤の成績が振るわなかったため激励していたが、佐藤は法術学校で優秀な成績を収めて山本を喜ばせたという。なお、佐藤は一校に合格していたが、平学校に進んでいる。井上成美 p p 八十四から八十六、父と私の点二六事件。 pp 61から62海軍兵学校物語 pp 166から167海軍兵学校物語 p166 ありがとうございます。